そうですよね。プールから上がって更衣室で一度ちゃんと直してこないと。あの、誰も見ていませんよね。まねっこの極みですね。もう一度結んでみます。よし、結べました。大丈夫ですよね。確認してください。嫌ではありません。あの、見られてしまいます。そうでしょうか。見られないようにしてくださいね。こうしてギュッと抱きしめられて、ささやいてもらって、私は幸せ者の極みです。ドキドキって腕からも感じられます。ぐらいの気持ちでいっぱいになってしまってますから。好き好きって音、そんなことを言われてしまうとますますドキドキして。サイスくん、コハネ、お疲れ様。
先日小羽が報告してくれた女の子の件です。あ、何かあったんですか？父親はおらず、母親が一人で彼女を育てていました。やはり母親が健在ということで救済院に入ること。そうですか。ですが、カウンセリングを行い、しばらく離れて暮らすことになりました。隣町に一時保護施設があるんです。そちらでしばらく過ごし、一時的に様子を見ることになりました。一時的ということは、今後母親と暮らすこともあるということでしょうか？そうですね。反省の言葉を口にはしています。それが本心かどうかは分かりませんが、ゆっくり経過を見ていくとのことです。そうですか。お姉、大丈夫ですよ。人は誰しも過ちを負けれど、それを認め罪を背負えば。はい、分かっています。信じ祈ろうと思います。いい方向へと我が進む道を主が導いてください。姉さん、本当にありがとうございました。そういうわけですから、モーセを迎えに行ってあげてくださいね。隣町の施設では大きな犬を数匹飼っているそうで、モーセに。はい。モーセ！キャー！もうあの子は大丈夫ですよ。お別れはできましたか？